16素材は私の味方、心と体に16茶。朝日飲料。皆さんこんにちは、新垣結衣です。今回の CM は16茶の美味しさと優しさ、そして用心棒の登場による楽しい世界観が見どころです。皆さんの日常の中に16茶があったら嬉しく思います。ぜひご覧ください。16素材は私の味方、心と体に16茶。しみる朝日飲料。16茶。激しくこう来てるので、絶対当たらないようにしてるんですけど、それを動じないで普通に歩いてるっていうか、まあ目含めてないので。本当にあっという間だったなとは思うんですけど、でも今までこう撮影してきた CM を思い返してみると本当にバリエーションというかすごくたくさんあって、海外に撮影に行ったこともありますし、踊ってたこともありますし、歌ってたこともありますし、なんか16茶のせいになってたこともありますし、一番最初は多分自転車に乗って通りすがりの人を応援するみたいなやつだった気がするんですけど、結構本当にいろいろ覚えてますね。画面が賑やかでしたね。なんかこの感じの16茶の CM はちょっと久しぶりだなと思ったので、うん、面白かったです。あの用心棒の皆さんのアクション立てが、あのリハーサルをモニターで見てるときは本当にすごかったんですけど、本番中は私は見えてないという設定だったので全くこうそれを体感することができなくて、なので CM の完成を楽しみに待って、その皆さんの盾の素晴らしさを見たいと思います。ご挨拶させていただいた時にそれぞれのこうキャラクターがめちゃめちゃはっきり濃く作られていて面白いなと思いました。
勇ましいタイプと知能派みたいなタイプと本当にいろいろバリエーションがあって、うん、面白かったです。今回の用心棒たちはやっぱり16茶を飲むことで体にいいことをして守られるっていうことだと思うので、今回の CM は例えば忙しくしてて疲れが溜まってきた時とかにいつでもどこでもついてきてほしいです。襲ってくる悪いやつから守ってほしいです。ただただ16人の用心棒だとしたら、こういう時いて欲しかったなって思うのは、ちっちゃい時になんかこううっかりテレビで怖い話を聞いてしまって見てしまって、その日の夜お風呂とかトイレとかが怖くなっちゃった時とかに16人用心棒がいてくれたら安心だなって思ったりします。今はもう行けますけど、トイレも一人でも夜中でも全然行けますけど、なんかもうちょっと幼かった頃にいてくれたら安心だっただろうなって思います。習慣としては、あの寝る前にストレッチをすることと、あと例えば翌日早く起きないといけなくて、でもこうそれがプレッシャーになって寝つけない時とか、そういう時にこれを聞けば必ず眠れるっていう曲を見つけて、もうそれが今お守りのようなものですね。心強いです。布団に入って目を閉じてる時にいろんなこと考えちゃったりする時もあるじゃないですか。それをあまり考えないで済んでる気がするというか、頭の中が静かになる感じがするっていうか、いろんな曲を試してあれこれ聞いてる日はちゃんと眠れてる気がするっていうのに気づいて、それを見つけてからはすごく怖くなくなりました。そういうプレッシャーが少なくなったなと思います。なんかこう見覚えのある形で乗ってるので、なんか見てても楽しいですし、こうちゃんとこういう素材が入ってますよっていうのもね、一つ一つ全部表記されてて飽きないなって思いました。みかんの皮とか本当にみかんの皮なんでこれかみたいな、あこの素材はこれかって見るのとかも楽しそうですし、うん、大人も楽しいけどついつい見ちゃうなって思いますけど、子供も見て楽しいだろうなと思います。今回の CM は16茶を飲むことで日々の暮らしの味方になってくれる16素材の用心棒が現れるといったストーリーになっています。見ていると思わず笑顔になれるホッとする世界観が見どころです。